新曲は亡くなった母への思いと生きていくことの決意を歌った曲。やや重いテーマを軽やかなメロディーと爽やかなサウンドで包み込んでいます。堀内孝雄さんで空のほとりで会えたなら。泣きたいことがあった日は全部誰かのせいにした。名もない神を恨んだり運の悪さを嘆いたり、今では胸に空がある。一人でそっと手を当てる。母が帰ったその空に見ていてくれと呼びかける。戻らない人がいて戻れない日々がある。はぐれてしまった道ならば空のほとりをたどるように、ただひたすらに、ただ生きてゆこう。もう一度会いたくて、もう二度と会えなくて、星の光に導かれ空のほとりを歩くように、ただひたむきに、ただ生きてゆこはこの方です。こんにちは、堀内孝雄です。なんでも堀内さんはギターをたくさんお持ちだそうですね。30か40ぐらいだと思います。そんなに？はい、もう地下に置いてあるんですけど、管理するの大変ですね。あれは特にお気に入りのギターはあるんですか？いや、ないです。みんな気に入ってます。